サウンドジュリアです。今回はですね、AirPulse A100 の設定について動画を撮っております。最近 AirPulse をお買い上げいただいたお客様が多いものですから、パソコンとですね、AirPulse をつないだ時の、いわゆる USB の接続ですね、こちらの設定についてお話をさせていただきます。まずですね、AirPulse の A100 の場合は、XMOS の専用ドライバーがございまして、 それをパソコンにインストールいたしますと、高音質化しますで。インストールしない状態でもですね、USB でつなげば、パソコン内にある汎用ドライバーで、まあ、問題なく動くんですが、高音質にはなりませんので、ぜひ、専用の XMOS のドライバーを入れていただきたいと思いますえ。こちらのですね、ドライバーはこちらの u k i さんのホームページからは取得できませんので、 当店でお買い上げていただいた、お買い上げいただいたお客様に関しましては、メール等でお問い合わせいただければですね、サポートをさせていただきます。他店でお買い上げいただいているお客様に関しては申し訳ございませんが、お買い上げいただいたお店の方でお問い合わせ願います。まずですね、w i n d c キャプチャーでパソコンの画面を映しますので、ちょっとミラー効果でたくさん画面が立ち上がりますが、 右下の方に注目していただきたいと思います。はい。これ今カーソル動いてると思うんですが、このパソコンはですね、Windows 11になります。でこちらのスピーカーマーク、こちらにカーソルを持ってきますと、今、スピーカー XMOS USB オーディオってなってると思うんですが、これあの、このパソコンには A100 のドライバー入れてありますので、もうあの、 USB を差し込んだ瞬間にこちらが表示されます。で、こちらのマークを左クリックいたしますと、軽さの調整とかですね、ボリュームの調整がこうあるんですが、このスピーカーのマークをですね、クリックしていただきますと、パソコンの音はどれから出力しますかっていう、そういう画面になるんですが、これは XMOS USB Audio っていう ところにチェックを入れていただきますと、まあ、エアパルスの方から音が出ると。で、まあ、スピーカー、このリアルテックの方を出すと、こっちはパソコンの、えー、内蔵スピーカーからに切り替わるっていう、そういうここで切り替えが行われるっていうことですね。で、一旦、えー、しまいますで。こちらのスピーカーマークをですね、右クリックしていただいて、 サウンドの設定っていうのを、えー、さらに、えー、左クリックしていただきますとこの一番下のところにですねサウンドの設定っていうのが出るんですがこれを左クリックしていただきますと、えー、スピーカーとかですねこのパソコン内で、えー、音の出力がされる一覧が出るんですがこのスピーカー XMOS USB オーディオっていうこれうま A パルスの1 0 0になるんですが、これをクリックしていただきますと、プロパティが出ますね。で、今、えー、こちらの画面で、レベルっていうのがあるんですが、これはあの、パソコンからの出力ボリュームになりますので100、100%にしてください。これ絞ってやるとですね、音がちっちゃくなってしまう100%と。あと、拡張機能っていうのがありますが、これはですね、サラウンドとかラウドネスとかを 入れる場合は、これを外して、ここにチェック入れれば、そうなるんですが、音質が悪くなりますし、フラットで出力したいので、これは、設定は、まあ、無効にして、そのまま出すっていう、そういうことにしていただきたいと思います。そして、リッター音響とかもありますが、これ、中にですね、プログラムが入っていると、まあ、これ、DTS とかヘッドホンの出力になるんですが、これもオフでお願いします。 あと、詳細っていうところがありますが、こちらのスピーカーはですね、16ビットの、えー、44.1とかですね、24ビットの192まで、えー、どのようなあのビット、ここにあるビットと周波数でしたら受けることができますので、例えば CD の場合ですと、この16ビットの44.1キロ、これで、えー、録音されておりますので、リッピングした場合、 この設定で、えー、再生しますとそのままになるんですが、これ偽冷蔵化しようと思ったらですね、24bit の192とかで出力すれば、これ偽冷蔵化になります。あと動画の場合は、えー、この DVD の音質みたいなところになると思うんですが、これもですね、2で、こう選んでいただければ、偽冷蔵化して出力できますので、例えば YouTube なんかを見るときには、この 24bit192 とかで、えー、視聴しますと、 音楽空間とかのですね、感じがかなり違ってきたり、残響の響きも違ってきたりしますので、ここを切り替えて視聴していただくと非常に面白いかなと思います。でまあ、2の自分の好きなところにですね、設定していただいて、まあ、適用せばそれで出力されますので、こういう形で聞いていただければと思います。えー、最近購入された方にはですね、 こちらの方からメールで Xmos ドライバーのインストールの方法をご案内させていただきます。今回は以上です。